だってあなたの寿命もう残り3年半よ。ってことはこの後耳かきするってこと。いやーやあエル君久しぶりだね。俺にもちょっと味見させてくれよ。エレラ、例えば異性の友達に部屋に呼ばれたらこれはやられると思う。そんなことはないだろ。やられるって思う。来るぞ来るぞってこと。でもどうなんだ、なんか別に部屋じゃなくてよくないって思うから、さすがになんかあれかな、行きはしないかな。友達みたいに仲良くても、まあ、そんな友達男女の友情成立するフレンズみたいな子今いないけどね。グループでとかではあるけど全然。だって旗から見たら多分悪いのこっち出すな。いやそんなさあみたいな、どこの子が部屋誘ってきたらそういうことに決まってんだろうみたいな、なんで行ったんだよってなるだろうから、別に行く理由がないから。ちょちょんであれしてたのに、ネトフリ見ていかないってやつ。なん、いやー、ね、最近そうなの。ネトフリ見ていかないでレッツラゴートゥーザホームってこと。わー、安い餌だな。え、でもエル知ってる、よくあるのはペット見に来るみたいなのはね、聞いたことある。うち猫飼ってんだよねって見るみたいな、うち犬飼ってんだよね見るみたいな、それはね、聞いたことある。なんかでうち YouTube プレミアム入会してんだけど見ていいかな。安いな、全然家じゃなくていい。さすがにカブトムシじゃ読めない。いや、ごめんけど、エルは行きたくなっちゃうかも、それちょっと。カブトムシはいいね。カブトムシめっちゃいい。ちょ、行っちゃうかも、それエル。うん、カブトムシは。何カブトってなるよね。ヘラクレス買ってんだけど、お、マジかよ。行きたい。メスなんだけどさ、って言われて、ズコーってなりたい。すみません、ひとしき命なはずなのに、カブトムシに関しては。エルもメスのカブトムシ育てたことあるけど、もうそれなんだもん。っていうのにさ、座るとき最近ため息ついちゃう。ため息つくっていう人見ると吸ってあげたくなる。寿命吸われそう。まあ、エルがそんな優しさのためだけに吸うわけないよね、あなたのため息を。寿命吸っていいからよろしくお願い。いいんだ、なんか吸いながら後悔しそう。ごめんレル、やっぱやめて。あんたが吸ってほしいって言ったんでしょう。やっぱり取り消す、あの言葉取り消すから。もう取り消せないわよ。だってあなたの寿命もう残り3年半よ。あなたのことは特別お気に入りだから、他の人よりもちょっと長く残しておいてあげたわ。せいぜい残りの3年半楽しみなさい。そう言ってエルは俺の前から姿を消した。そして3年半の間、エルは俺の前に二度と姿を現すことなかった。てね、いいな、エレラそういうの好きそう。うん、好き。エルの寿命を吸ってくれたセクシーお姉さんのことを後悔させるくらいいい女になって、エルが死ぬ時に泣かせたい。うんうん、パチンコ行くからお金ちょうだい。また行くの。じゃあさ、エルも連れてってよ、そのパチンコってやつ。エルも行ってみたい、君が好きなの。エルも好きになってみたい。ダメなの。あ、そっか、分かった。じゃあ待ってるね。いらっしゃい。あ、そうなんだ、パチンコはパチンコの友達と行きたいんだ。そうだよね、教えるの大変だし。あ、うん、当たり前じゃん。エルずっと男女の友情は成立するタイプだって言ってるし、別に女の子と行ってきてもいいよ。いらっしゃい。ご飯は？あ、だよね、その後食べるご飯が美味しいんだよね。その後すぐ食べるから美味しいんだもんね。わかった、じゃあ今日はエル一人で食べる。やめろやめろ、そんな男やめろ。そんな男やめとけって感じでね、俺ら聞いてって感じなの最近。でもね、帰ってきたらすごい優しいの。でもね、負けた時はね、まあでもしょうがないよね、負けた時はしょうがないよ。だってでもそのさ、負けた時のストレスをさ、エルが緩和してあげないと、あの人のストレス誰が緩和してあげるのって感じだから、エルがいなくちゃダメなんだって。エレル、その技どうしたの。あー、これはね、こけた。メンタルに来る、もっとやって。そっか、自分がなんか言われるとかじゃなくて、なんか悲しいことになってるエルを見るのがメンタルに来るんだ。優しいね。こけてそんなところにあざはできないよ。でもなんかエルってさ、ドジだから変なこけ方しちゃった。
いや、いいね。うち丸々あるんだけど来るっていう大喜利いけるな。カブトムシは個人的にすごい刺さった。大喜利じゃなくても普通に行きたくなるみたいな。とかうちメリーゴーランドあるんだけど来るとか、これがあったら思わず異性の家でも行っちゃうだろシリーズみたいな。クレープ作る機会ある、え、楽しそう。たこ焼き器じゃいかんけどクレープはね行きたいね。黒いトイレあるけど、黒いと別にジンギスカン鍋ある、あ、ジンギスカン飯か。まあでも外でもいいかな。トゥルースリーパーのキングサイズあるけど、これ、ね、いやだ、もう寝るんじゃんそれ。流しそうめんできるけど、え、楽しそう。いいいいいいいね。わたあめは迷う、あーいいな。いや、わたあめ作る機会いいな。母さんあるけど、あるけどっていうな、母さん言えないんだけど来る。怖っ、どこに連れてかれるの、どこの公園。うちに俺いるけど来る、はいはいって感じ。わあ、なるほど、面白い。ホームベーカリーもめっちゃいいな。うちには何かあるわけじゃないけど、エルエルともっと一緒にいたいんだけど、もしよかったらは。あー、ボイスだな、ちょっと、ちょっとボイス台本かも。カラオケ行っちゃうな、それ。エル、ほな、カラオケ行こうか。私んち全館あるけど、私んち全館でか、面白いね。耳かき100種類あるけど、あ、耳かきするってことじゃ、俺たち。ちょっとドキドキしちゃうな。ちょっと警戒するかも。ってことは、この後耳かきするってこと？いやーって言って耳を押さえながら帰るわ、エル、それ。あ、出た。あたしんちグラグラゲーム出た。それに価値があるのだけであって、それをやりたいとは別に思わんのよ。わ、ホームシアターいいね。めっちゃオシャレ。欲しいな。エルが欲しいわ、ホームシアター。銀盾あるけど来る、え、活動者。匂いつく消しゴム、小学生か。小学生だったら超モテそう。でもそれ、うち匂いつき消しゴム100個持ってんだけどさとか言って、へー、やばーい、1個あげるよ、超モテそう。これ一生できるね、この大喜利。さずみ社長から自宅パーティー誘われたら行く。なんか消されそう、なんか漫画の見すぎかな。やあエル君、久しぶりだね。今日は2時3時、10周年記念パーティーへようこそ。いやー、この時期はどこもパーティー会場が混み合っていてね、僕の家くらいしか準備できる場所がなかったんだが、ここでも満足していただけると思うんだ。さ、立ち話もなんだし、祝杯と行こうか、みたいな。飲んじゃダメだよ、そのシャンパン。辰巳社長ってそんなにダンディーな声。違います。よし。さーて、人間の魂でも代わりに行きますか。やっぱりエレルの配信から元気もらえる。あ、ほんと？半額チョコパー、エレルの配信見て以来ハマったよ。マクドナルドさーん、一人連れてきました。でかしたぞエル、これで今月のノルマは達成だ。はっ、そろそろ狩るか。おお、命を奪い合ってる音がするぜ。俺にもちょっと味見させてくれよ。女の子湧いてる。湧いてます、これ。